FC バルチカカリーニングラードは、ロシアカリーニングラードにホームを置く、サッカークラブである。1954年12月22日に、ピシチェビクとして創設され、1958年にバルチカに解消された。1957年から、ソビエートリーグに参加するようになり、クラス B、クラス A グループに、セカンドリーグに所属した。1984年の地域、 グループトーナメント優勝が最高成績である。1992年にロシアセカンドディビジョンに編入され、地域トーナメントに優勝して、ファーストディビジョン昇格を決めた。1993年に4位、1994年に3位となった後、1995年に同ディビジョンに優勝した。トップディビジョン昇格初年度の1996年には、 クラブ史上最高の7位という成績を残した。トップディビジョンで3シーズンを過ごし、1998年に降格した。1998年はインターアトトカップに参加し、3回戦に進んだ。その後は、セカンドディビジョンに降格していた2002年と2005年を除き、おおむねファーストディビジョンに止まっている。なしなし。ありがとうございます。